和田修芸は、日本の科学演劇科、教育者、理学博士。学習塾、セグ、海星中学校、高等学校、菅野中学校、高等学校、法政大学、お茶の水女子大学、日本橋女学館中学校、高等学校など、幅広く講師活動を行うから、ドクター和田修芸、チーム和田修芸として、 全国各地で演劇型サイエンスショーを展開。細胞運動、理科教育、食育、環境教育を専門とし、近年は教員研修にも尽力している。なお、東京大学の研究室において、言語系自然科学教育者の安城健の先輩にあたり、現在菅も中学校、高等学校においても同僚関係にある。 文部科学省の推奨する教科書に基づく勉強法を通列に批判し、学問の本質としての科学や気軽に身近な側面からサイエンスの楽しさに触れることを促進するため、小学生、高校生向けの演劇型サイエンスショーを全国で展開している。演劇型のサイエンスショーを行うプレゼンテーターは全国においても極めて稀である。また、 期間限定での実験教室やロボット教室、出張授業なども多数企画しており、その活躍は止まることを知らない。科学計算をパズルのようにして考え、大学入試に対応する問題を簡単に回答へ導くことのできる MVP 法を開発した。自作のプリントで授業にて生徒たちに長年 MVP 法を解いてきたが、未だ普及していないのが実情である。 早年期は専任人教諭となっていたこともあるが、現在はいくつもの学校で非常勤講師を歴任することにより、通常の教師の倍以上の授業数を経験している。授業では文科省や学校側の推奨する教材をほとんど使用せず、オリジナルのプリントや科学実験を通して科学の楽しさを生徒たちに説いている。教科書は、 波の学生が読めばわかるように作られているのだから、その内容しか扱わないのは愚かである。をはじめとする独自の数多くの持論を展開しており、生徒たちが受ける影響は計り知れない。ありがとうございます。